どうも皆さん、カイトです。インディーズゲームでは日々マニアックなホラーゲームがたくさんリリースされています。一見トレーラーを見ただけで満足してしまっている方も多いのではないでしょうか。そんなホラーゲームの中からカイトがプレイしたインディーズゲームでのおすすめ紹介動画の中で魅力だけを抜粋してホラー作品を8作品ご紹介します。1作品ごとの詳しいゲーム詳細などは作品ごとに概要欄の方へと記載しておきますので、これもっと詳しくゲーム知りたいぞって方はぜひご覧ください。またこの動画にはネタバレが含まれますのでご了承ください。では早速やっていきましょう。細かく作られたデフォルメ版 2D バイオ、プレイして思ったのはマジで可愛い版バイオしてるなって感じ取られました。スティーブのデフォルメがすでに可愛いんですけど、銃を構える動作からのマガジンチェンジやアイテムを使った時の予備動作など細かく作り込まれています。これが最高やん。敵との対決もエイムを合わせてのちゃんとヘッドショットすることで一番ダメージ量が多いという仕様も楽しい。銃も多彩でハンドガンとかショットガン、サブマシンガンでのぶっ放しは爽快でした。ミニチュアに感じるけどもリアル。謎解きでは一見意味がわからない場所も徐々に得得できるアイテムでギミックを動かせ、こんな簡単なことだったのかと自分でガッツポーズするのもいい感じです。服装もかっこよくチェンジできて、この特殊部隊チックはマジで中二病爆発しましたね。人気抜群のボスについては力こそ正義のキャラが多いのが印象的。ストーリーがとにかく面白いの一点張り。もう一回言いますが、ストーリーはめちゃくちゃ面白かったので推したい。男女のもつれからの友人飛び出しての誰もいなくなりの列車へゴーの時点で興奮するんですが、あまりにも冷静すぎる先が一切を放ってるんですよ。どれだけおかしな状況になろうが常に冷静で物事を進めていくのが非常に楽しめます。霊に吠えられてビビると思いきや、生きがっていた友人が一目散に逃げていって震えている場面を見た瞬間に、こいつマジかよって絶対に思います。描写がグロテイストも多い中での奇想天外なアクション要素、そして追い込みをかけるような現在と過去が交差していく展開はドキドキしました。主に列車内が物語の中心で謎解きもさほど難しくなかったのが良かった。1、雰囲気抜群の深海ホラー。モノクロタッチからの深海というパワーワードですでにホラーを演出しているのがめちゃくちゃ伝わります。特に初っ端での暗闇の光を頼りに必死に追いかけていくというムーブがあるんですけど、突破したと思った瞬間のパックンチョ、まさに初見殺し感。途中での水中儀の鳥人間に餌を運ぶギミックは今思うといろいろと怖かったなと感じ取られます。機械仕掛けの古代文明もひしひしと伝わったのでパズルアクション好きにはたまらない。2、この手のゲームにしてはステージは簡単。結構な数のパズルアクションをプレイしてきましたが、その中では簡単の方かなと。インサイドのようなびっくりデスは少ないのと、脅威による生物探索は難易度をかなり下げてましたね。ですがこの元気玉をかいくぐる場所だけワンポイントで難しい。途中で操ってからの誘発とかも考えたんですけど、サイドからのワームな絶妙な飛び出し具合でそんな暇はないです。これはいけると思ってスイスイ進んでからの絶妙な位置でなんでじゃと画面に普通に叫ぶ恒例の回答。そう、これがパズルアクション。1、緊迫感が半端ないホラー要素。プレイしていて思ったのは主人公の息遣いと BGM がマッチしすぎて焦らせてくるやんって感じ取られました。これ聞いてもらったら分かると思うんですけど、こんな感じの 2D は見たことなかったので新鮮でしたね。思った以上にキャラがぬるぬる動くのと攻撃方法がないというか、妹ちゃんなので倒せないんでひたすら逃げるというのも面白い。アクティブタイムシステムなのでヒントにつながるレポートや謎を解いてる最中でも妹ちゃんは平気で侵入してくるので注意してください。2、難しい謎解きがパズル好きにはたまらん。基本的には館を探索しながらアイテムを見つけ、次の扉に入って謎を解くというルーティンになるんですけど、マジで謎解きが意味不明な箇所が頻繁にあるんですよね。これが最高にいい。初見でのボタン操作箇所での意味不明からヒントがある絵を見ても意味がわからない時計の秒針ギミックとか挑戦的です。謎が解けた時は普通にテンション上がるのも良かったですね。重要な箇所だと思うところはスマホなどでメモをすることをおすすめします。部屋を何度も往復することになるんで記憶に自信がなかった私は早々にパシャってましたね。ミスると謎解き要素が変化するタイプは難しいが面白い。1、
2D で表現された美しいコズミックホラームービーシーンでもふんだんに 2D で表現されているのが最高に上がって最高に美しい。プレステ初期を思わせるような作り込みから作風に合ったゴア表現がなんとも美麗。エルスターという主軸で物語が進み、断片的に語られながら徐々に解き明かされていくんですけど、画面から伝わる狂気が感じ取られ、プレイする側の心象に怖さを芽生えさせます。それが形容しがたい美しさとも感じ取られる画面いっぱいのドット文字表現も秀逸。合わせるかのような奇妙な BGM と効果音をマッチしているのもそそりますね。 2D ピクセルアートを存分に楽しめるほか、敵のグロテクス加減もかなり好き。2謎解き要素が難解すぎるけど楽しい。冒頭で超難解と言いましたが超難解です。ですが解けないこともない絶妙なバランス。ゲームの大きな特徴としては、一つの謎を解いて鍵をゲットして部屋に入り、再び謎に出くわし再度解いた瞬間に鍵という展開が結構あります。めちゃくちゃ苦労して謎を解いて、これであの扉に入れると思ったら意味不明な謎解きが頻繁に起こります。これが解けた瞬間に超絶にテンション上がります。個人的に一番難しかったのは、惑星のモデリング映像で位置を確認してる謎解きがあるんですけど、どの位置バランスでドンピシャの方向性が分からなくて結構時間かかりました。スマホで写真撮って照らし合わせたりしましたが、これ以外にも結構な情報量から読み解くものばかりなんで、意味不明になったらマップ画面から探索してないところを探すのが吉。それでも解けない時は手持ちのアイテムにヒントが隠されていますね。こういったレトロな謎解き要素も色々と感慨深い。1. 誰が味方かわからないサイコロジカルホラー。冒頭で言ったと思うんですけど、可愛い絵柄とら裏腹なサイコロジカルホラーなのがこの作品。ちなみにサイコロジカルホラーっていうのは精神的感情的および心理的状態に起因する恐怖で、プレイヤーを驚かすって感じです。まさにこのゲームがその通り。初っ端の猟奇的事件が起こってから、ロゼが関わる全員の言動がおかしいのはもちろんのこと、異常に優しい神父から胸がひたすら気になる女医、正義感あふれる高青年からの初見ではエルフに見えるフード野郎などを堪能できる感じ。いろいろな謎が交差していき、駆け足のようにストーリーの真相が垣間見れるのは面白い。2丁寧に作られた探索パート。ノベルパートは文句のつけようがないぐらいよくできてるんですけど、探索パートも非常に丁寧。部屋に入るたびに周りを探索してクリックするんですけど、ほぼ全部に触れます。あつ森みたいですね。ホラーパズルしたことある人はアイテムが見つからなくて積むってパターンあるんですけど、このゲームはほぼ皆無です。重要な場所に近づくとざわざわっと怪獣のようにブルってきて、集中を使うことで赤文字表記で教えてくれる親切設計です。これが誰でもクリアできる。メニュー画面でも行き先の表示をされているので、ほんまにストーリーを楽しんでと感じ取られますね。3多彩なマルチエンド方式が熱い。公式にも記入されているんですけど、1周目のクリア時間としては2時間でいけます。でもエンドがいろいろあるマルチエンド方式なんですよね。1周目クリアした時点で新たに違う視点のキャラクターで操作できて、本編以外での行動をプレイできるという感じですね。これがねいろいろと点と点をつなげていきます。抽象的にしか語られてない他のキャラクターたちの不穏な動きが追体験できるイメージを持つのが良いかなと。ここはプレイしてぜひ確かめてほしい。1少女の逃避行を迫るストーリー展開。最初から意味不明な展開で始まるんですけど、何かから逃げているとひしひしと伝わるのがホワイトシャドウです。建物に書いてある英語表記での抽象的な言葉、ゾッとするようなイベントシーン、社会批判と思わせる描写の数々など引き込まれる部分が大いにありました。特に労働施設で感じたこれは一体何やねんという感情がふつふつと湧き出てくるのがのめり込んでるなと。カラスと狼のぶつかり合いは歯応えありました。2道に迷うことがないパズルギミック。順路に沿って進んでいくので道に迷うことはまずありません。なので行く先々での環境ギミックを解いていく感じになりますね。パズル自体はめちゃくちゃ難しいものはなくて、タイミングよくジャンプしての列車飛び越えやトラップ包囲網のくぐり抜け、サーカスにぶち込まれた際での機械歯車避けでの日の輪くぐりなど様々です。特段難しくはないので、綺麗なアートワークスタイルを満喫しながら解くのも楽しいものです。レトロを思う存分に感じれるホラーアクションが一番かなと。
正直怖いというよりはびっくりするというシチュエーションの方が非常に多いんで、いきなり窓ガラス割れてバーンとかでその対応にあたふたする感じですね。マジで脅かしてくるやんけど。武器を構えながら攻撃するヒット構えパターンからのバックステップでの回避、アイテムを見つけてからの謎解きなどはクオリティはかなり高かったですね。特に宝石箱を開ける謎解きが初見殺し感たっぷりで、落ち着いて解いた時のキーコードトリックは考えてあるなと、スマホのメモにひたすら数字刻んでました。以上になります。ホラー作品は探索しながら謎解きや得体の知れない相手との対峙、急なびっくり加減の驚かしながらもエグさ加減も追随する、難しそうな場面でもクリアした時の達成感はホラー独特の面白さがあります。気になる作品が一つでもあればぜひプレイしてみてください。きっと紹介しているマニアックなインディーホラーにちょっとこれ面白いやんけってなること間違いないですよ。このチャンネルではインディーズ作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではでは、またの機会に。カイトでした。